もう年末っていうか今年最後の動画になるかもしれないやつをゆるく食べながらちょっと振り返ってね行こうかなと今年の出来事を思います。さあそんな今日の振り返りランチはででん、なんかアボカドと人参とコーンでしょ、なんだろうこれロメインレタス的なやつが刻まれてるやつと、あと紫キャベツかなのサラダです。あと豆が入ってる。さあちょっと一口食べてみるね。ピリ辛サウザン系のドレッシング、ちょっとなんか韓国っぽい味もしてきたぞ。なんだこのドレッシングは。マイルドシラチャードレッシング、意味がわからない味は美味しいです。今年何やったっけ、正月明けて去年の確か年末はアミちゃんとクリスマスイベントやってたんだよね。年明けて5月にライブがあったから、全然私ってマジでみんな想像してる私じゃないというか、本当に食べて転がってるだけなんですよ。だけどその5月にライブがあるってことだったから数えれないぐらいのブリブリ加減で踊ったんですよ。だから3月ぐらいからやべえ体力つけなきゃ私ぶっ壊れると思って YouTube をつけながら家で体力つけてたのよね。ずっとそのダンスを多分動画ではね10分ぐらいなんだけど結構疲れるのよ。海外のやつで先生がいて生徒がいて一緒に踊ってんだよね。なんかてん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 夜とかにそれを踊ってるからもう家族ももう踊りももう覚えちゃって、私の息子とかも一緒にやってた。こうやってそうみんなでしたっていうのは3月ぐらいからマジでずっと続けて、で5月のライブに挑んだみたいな感じだったですね。効果ありました？あった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 。なんかふくらはぎが子持ちししゃもみたいに筋肉がついて効果あるんだなみたいな、大事だよね動くのってって思ったけど、ライブ終わったらまた食べたら転がる日々でしょ。で9月にまたライブがあるんだけど、もう9月のライブなんかもう恐ろしい。5月の時より踊ってるんですよ。打ち合わせをしていくごとに、んちょっと待てよ、私めちゃめちゃ踊ることになってないかっていう風な雰囲気はすごい感じてたんだよね。セットリストでさ考えたんだけど、サムボーイズタッチっていう曲があって、それを踊るにはまあ両手をねこうやって使うから、こうフロアに入って使うから、まあヘッドセットがいいよねって話はしたの。そしたらヘッドセットイコールめちゃくちゃ踊るみたいなイメージに全体がなってしまって、いつの間にか私はすごい踊ってることになってたんだよね。競馬の最後の直線を思いっきり鞭ぶっ叩かれて走ってるみたいな状態なわけ。酸欠。人ってこうちょっと酸素が足りないなって酸欠とかになってると、まあこの辺がさこう苦しかったりとか、ちょっとなんか目がクラクラしたりとか、その程度じゃない、体の力が全部抜けるのこれはやべえってなった。U-NEXT でさその9月のライブがね配信されてるので、それを見るとあ全然なんかそんな風にも見えず顔管理してやれてるんだけど、もう内心ここのベールの1枚こう裏側の薄い私は
鼻水ドバドバ、鼻もめっちゃ広がってもうなんかいろいろ汁とか出ちゃってるみたいな、それぐらいの規模だからね。サムボールタッチの下り、よくあるじゃん、おもちゃでさ、こうやってスライムをさ、こうやってギュッて握るとさ、目とかが飛び出ちゃうようなさ、あんな感じ。本当に毎回ギュッてやられてるのかな、毎回もう全部飛び出てるみたいな。もうあんな感じになるよ私と思って。だってもう来年の9月で39歳でしょ。まあまあまあ皆さん、来年はね、私25周年なので楽しみにはしといてほしいんだけど、もうクリエイティブする方からしたらもう本当に都会でも何個やってたっけ。テレビとかはさ、でもちょこちょこ出演させてもらってて、近いところで言うとそれスノがさ話題になってたよね。3分でダイナマイト踊ってくださいとかさ、覚えるのもさ結構大変じゃない。本当は桃色クローバー Z のこれをやりたかったの私。あ、そうなんですね。ダダ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 ダやりたかったんだけど、スノーマンさんたちがそれを選択したので、私たちの女子チームというかイエローチーム、最後に残ってるのは超難しい不協和音っていう曲。ダダ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 ダ、分かんない、もう忘れちゃったんだけど、もう審査をやってる TAKAHIRO さんがつけてる振り付けの曲なんだって。で、あのご本人さんたちはそれを2日間で練習して覚えたっていうやつを、私たちは3分ですからね。最後もさ、でで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 でみたいなあるんだけど、あれも私今どこのタイミングで取り合ってるみたいな、とりあえずなんか戦うみたいな雰囲気になってた。まあ心の中ではあの番組に出させてもらうときに、まあ3分といっても目の前にこうモニターがあって映ってるんでしょって思ってたの。それを最悪見ればいいやってね。全然もう何にもない。最初から無理だった。そう、あれも選んだのはいいけど、ちょっと間違えちゃったらいろいろアウトじゃないと思って。AKB の、うん、あれは2年ぐらい前にテレ東音楽祭で一回ちょっと踊ってるんだよね。だから内心ちょっとラッキー。でもすごくない、あのメンバーに私が振りを教えるみたいなことがまず超貴重じゃないと思って。マックスのナナさんでしょ、本田美優さん、伊原莉花ちゃん、貴重ですよ。だって私モーニング娘。になる前にマックスさんの武道館のライブ行ってるんだよね。でその方々と今年24時間テレビ の、 あの夜も引っ張れのコーナーのところでご一緒したんだけど、まあ私がマックスさん憧れてますみたいなことを今までは言う機会なかったけど言えたんだよね、そこで。そしたら、嘘ありがとうみたいな感じで CM 中とかもなんかおしゃべりしてくれたりとか、今度小牧ちゃんライブあるんでしょみたいな、行けたら行きたいなみたいなことを言ってくれたりとか、そういう感じだった。でストレスのでナナさんだけだったけど、なぜか知んないけどナナさんが私をこうなんかこうやってやるシーンがあってみたいな、なんならなんか終わった後勢いで抱きついちゃってみたいな、すごいね。印象と違いました、ファンの時に見てたナナちゃんと実際応援して。あ、すごい優しかった。ダンスを決めるとか何かを決めるって時も、マキちゃん何がいいとか、なんかそういうようなお姉さんでした、優しい。だから本当今年はいろいろ貴重な体験も含め、そのマスクを外してできるライブになったわけじゃない。また自分が鍛えられる年になったというか、
まあ来年はさっきも言ったけど25周年なんで、いろいろ楽しいことも作りつつ、今年始めたその V ゴマもねあるので、ちゃんとやりつつ、またみんながね喜ぶようなこともあると思うんですよ。なんかそういう計画もあるので、見ていてくれるとありがたいなと思います。まだ食べ終わりません後でじっくり食べますのでというわけで今回はねこの辺で終わりにしたいと思いますので、もう最後の挨拶じゃない？良いお年を。はい、今年も一年ありがとうございました。皆さん良いお年を。というわけでバイバイ。